はい、まあ、ただこんなんできました、こんなん出ました、超うまそうじゃない。で、これエバラ、これがね、なんか知らん、安かったんやろね、買ってますね。ほんまはもっとちゃうやつが良かったんやけど、なんかつらいで買ってしまった。月の遠鏡ですちゃうか多分月の遠鏡が大昔ね宣伝しとったような気がする。今、今月の遠鏡かな、どうやろ、名前変わって月の遠鏡かな、変わる前が月の遠鏡かな、よう知りまへんねんけど。はい、いただきます。超うまそうじゃない、この糖尿でね、あの栄養士の先生ついとるんやけど、こういうタレはこうやって絶対直にかけたらあかんって教わってますね。こうやって小皿に入れてつけなさいと、ちょっとでもつく量が少ないっていうことやろう。はい、いただきます。うまい、遠鏡さんうまい。気になるな、月の遠鏡が今月の遠鏡か昔が月の遠鏡かっていうか、まだ生きてるのか。月の遠鏡、書いてないね。あ、三遊亭遠鏡、月の遠鏡、どっちやろ、月の遠鏡でおてるんかもねまた東京の人教えてください。月の遠鏡はの前は名前何やったかいの。うまっ、昔から月の遠鏡かな。今日の遅れちょっと筋があるっていうか、丁寧に日やし、この揚げたのが美味しい。ていうかエリンギもうまい。キノコ類ってええもんね。
しいたけとかこういったピーマンを食べたい、焼いたやつ。って言いながら考えてんねん考え事ないのが一番っていうか悩んでるわけちゃうんやけどね、悩みまへんで何も、ただ考えてるだけ、いろんなこと。またまあフル回転で考えて、考えてないようで。てかね、寝ちゃ寝ちゃ嫌やわとかね、そんな考えてる最近トラック系の YouTuber の人よく見るんですけど、あの仕事も大変やねん。家でご飯食うことなんかあれへんやん。みんな外で弁当とかあんなんね、コンビニのもん食べて、あの仕事は無理かな。まず眠とうて運転でけへん私らね。っていうか、おっさん何またワイン飲んでんねん言うて、なんかあのカレーのね、カレーのなんかルーで今度作ろう思ってますねんね。で見たらね、なんかお好みでワイン、赤ワインとか書いてあんねん。なるほど思って、入れたら思ってまた買っちゃいました。楽しみや、人生初や。ようカレーが呼ばれたよね。呼ばれること多いですやん、カレー、手作りのカレー、みんなおいしい。また今度作るんが
業務スーパーのカレーいうのがね、これがまた味噌や。果たして超絶まずいんか、業務スーパーいうことはそうやって調理の人がみんな言ってるわけやから、もしかしてお店の味するんかね。どうやろう、楽しみや。おいしい、おいしいとは思ってるんやけど、喫茶店のカレーとかめっちゃおいしいもんね。っていうか、うまい、気に入った、鉄板焼き。っていうか、話したと思いますけど、今出品とかしてますねんね。だから、それに伴って掃除もちょっと目覚めて、片付けながら、売るもん、掘るもんみたいな。掃除はええね。女の人は偉いわ。っていうか、救急車ほんまよう走ってるわ。ほんま大変やん、ほんまに。ようネットでやってんのが、やっぱり若いからかな、30代の人が結構病院で入院できんで、家で待機みたいなね。あれはあれで気の毒やね、若いから言うて。めっちゃ咳してはったよ。それいちびってるな、若い子やったら自業自得やけど、そのいちびってない人やったら気の毒やで。この私はワニさん、ワニさん言っとったんやけど、こう指ではめる酸素測るやつありますやん。ワニさん、おふくろがよう やったとワニさんって言ってやっとった。私もね、いろんな病気したからワニさんしますやん。あれめっちゃ気になるよね。あれ90か91かに下回ったらもうあかん、あかんよか、しんどい言うてね、ネットで やってた子ちょうど90。私も多分90ぐらいやってんちゃうかな、ひどい時。今測りたいわ、久しぶりに。何歩あるんかな。けど
99とかがいいわけですね。98とか多分私はそういうとこ目指したいけど多分行ってないと思う。肺はだいぶ弱ってると思う。激タバコ吸うとったからね、アホほど吸うとった。多分日本一吸うとったと思う。ナンバーワン。ほんまに吸わずにおれんかったもんね。もうずーっと吸うとった、ほんまに。よう今吸うてへんわ、ほんまに。えらいわ。いえ知らんけど、まさか自分が辞めれるとはね、夢にも思って。ついてる？消えた、ついてる？まさか自分がね、タバコやめれるとは夢にも思ってないいうか、絶対やめる気なかった人間やからね、まさか吸うてへんのがびっくりやわ。今外足とってもほんま吸うてる人は減ったもんね。だからたまに吸うてる人ってめっちゃ目立つ。だから私もそのうちの一人やったんやろね。もうどこでも吸うとこ減ってきとるから、やっぱり道端で吸いますやん。よう吸うとった、ほんまに、ほんまによかった。だから私は電子タバコの経験もないからね、もうタバコ死ぬほど吸うとってピタッとやめてるからね。だからなんちゅうの、ニコチンが入ってへんどうのこうの言うてね、一瞬、ほんまに一瞬だけ思うけど、別に魂そうかなとか思わへんしね。やらなったよ、脳みそがやらなった。あの体が欲してるんちゃいますね、脳みそです。まあね、それで長生きヘチマじゃないけど、まあ楽っちゅうか、邪魔くさないですやん。ちょっとタバコ吸うてきますさって言わんでええのが、それがほんまになんちゅうん、めちゃくちゃ楽やね。あと家出るときタバコの、タバコ OK とかせんでええしね、火の元 OK とかせんでええし、ほんまにね。だからなんか今でもたまに、今はまず言ってないですけど、今時でもたまになんか入ったら自由にタバコ吸える店ありますやん。めえと思うもんね。そんなんまだあるんや思って。っていうことで、はい、そんな感じでね、何やった、考え事が多い、悩んでへんけど考え事が多いおっさんでした。ほんまに頭フル回転や。ほんまにね。で何や、タバコやめれたおっさん、タバコ日本一吸うとったおっさんがタバコをやめたっちゃうんですね。だからもう、え、5月やろ今、え、2年経つんちゃいます、やめて2年や、すごいね。2年一歩も吸うてへん、吸いたいと思わへん、言うとて吸いとなってきたすごいね、もうこれはもう奇跡としか言いようないわ。ほんまに吸うとったからね、こんな奇跡があっていいのかちゅうことで、はい、今日は何が言いたかった、今日は掃除を始めというのが言いたかった ね、おっさん掃除始めるということで、新品整理を始めるということで、要は冗談でね、新品整理したらあかんでえの、要は私冗談で言うんやけどね、そういう
整理したらもうあともう死ぬ、死ぬ死んだ後に楽ですよ、周りの人間が。だからもう私周りの人間もいてへんけどね、そういう新品整理したらあかんいうのはね、よう冗談で言うとって。それが何で言えるか言ったらね、中央市場おる時ね、私机の周りもぐっちゃぐちゃやったんですよ、もうずっと。それがね、なんか知らんけど整理した時があったんですよ、整理しだして。ほんでほんままさしく綺麗に整理した時にやめとるからね、やめようまで整理してんちゃいますって。なんか知らんけど整理しとって、整理終わったとほんま同時ぐらいにやめてるんですよ会社。それがあるからね、えらいもんで。新品整理はあまり良くないっちゅう、まあ縁か悪いんかそれ分からんすけど、何かがあるいうことね。今私まさに新品整理に入ってきとるんでね、ということで、はい、以上です。いつもタラタラとすみません。では考え事大きいおっさんでした。以上、そこでもうこんなんする元気もない、ね、リアルしたいねとか言うとあかんなバイならバイちゃんで顔赤いねみたいなはい、さよなら、バイちゃん、失礼します。チャンネル登録お願いします。